北元、北元、北原、ピンイン、ベイユアンは、1368年に、元、大元の、第十四代大案のトゴンテムル派案、在位、1333年から1370年、が、長江流域に起こった、民の北伐を逃れて、大都、現在の北京から、モンゴル高原に撤退し、中国の漢民族定住農耕地域を失ってから、 後の大元、ウルス、モンゴル帝国の皇帝直轄政権についての後世の呼び方のことである。この政権に属する遊牧諸部族を同時代の漢文資料では脱ッ脱ン,ン、ピンイン、DD と呼び、日本では脱ンのカタカナ表記であるタタールという名称も用いられる。元は1368年に大統放棄し、モンゴル高原を中心に、 中国の漢民族地域より北方の一帯を支配する政権となった。この政権をそれまでの中国を支配した元と区別して北元とする。ただし北元の当事者たちは自分らの政権は依然として元、自称は大元であると自覚しており、民族の自称はモンゴルであった。中国統一王朝が滅亡に際して避難し地域、最高した宣例としては、当真。 南宋などがあるが、これらと異なって、中国主要部を完全に放棄しているため、中国史の主要な記載から姿を消す。一方で、統一王朝画会に際して、皇帝と皇太子がそのまま避難して宮廷が温存されたという点では、中国史として唯一の例である。北元では、1388年に、トゴンテムルの子、トグステムルハーンがアリクブケスへの家によって、 殺害されて、大藩にを散脱され、元の事実上の始祖であるクビライスへの高騰が一時的に断した。事実としては1388年以降も、モンゴルには元の皇帝の後継者を名乗る大ンが立ち続けていたが、中国の漢民族地域を支配したアキラは、モンゴル人による中国王朝である元は1368年の モンル高原への北曹によって政党中国王朝の地位を喪失し、1388年の高等断絶により完全に滅亡したとの立場をとり、モンゴル自身はモンゴルを自称とし続けたにもかかわらず、これ以降のモンゴルのことを、だったん、だったん、本来は、モンゴル高原の一遊牧部族タタル部のことと呼んだ。民の歴史を記した民史でも、この時代のモンゴルの歴史は、 ダッタン伝に記されいる。民の滅亡後、ダッタンの故障は用いられなくなり、神では、モンゴルの音訳である猛虎の故障を復活させている。日本でも、民主の要霊に習い、一般的には、1388年をもって、北元は滅亡したとみなし、以降のモンゴルをダッタンあるいは、タタールと呼んできたが、中国でモンゴルをダッタンあるいは、タタールと呼び換えことは、 あくまで元の連続性を否定する必要があった、秋オ特有の事情によるものに過ぎない。大藩の称号を帯びるチンギスハーンの団結子孫が、モンゴル諸部族全体の最高君主として君臨する、時代は1634年まで続くが、モンゴル史研究者の間では、この時期のモンゴルの大藩政権まで含めて、北元と呼ぶことが多い。本記事では、 この意味での北限について衝術する。三百六十八年初頭に南京で民を建国した主元省は皇帝に即位するとすぐにジョトールを司令官としてすでに中国の支配をほとんど喪失していた元に対する北伐軍を派遣した。元のトゴンテムルは大都からモンゴル高原にある夏の土城とへと逃れたが、翌三百六十九年にはジョースグルハルに敗れて、 さらに、王政府へ逃れた。トゴンテムル・ハーン。両号は、めぐみ・タカシが1370年に死去すると、名は、トゴンテムルに、天位に順次、名に定位を譲ったという意味の順帝という指標を送り、トゴンテムルに代わって、ハーンに即位した、あゆる尻柄、昇集を、小元大使と呼んで、元の皇帝と認めなかった。しかし、民の主張の一方で、元、 北元は依然として、モンゴル高原の遊牧勢の君主として強大な軍事力を持っており、1372年には民がモンゴル高原に送った北伐軍を撃退した。この時点で、元北元の勢力は中国の北方から干渉、雲南まで維持しており、高南とか北をようやく制覇したに過ぎない名を取り囲むようにして南北に対峙していた。特に、 東北地方、満州には、数十万の大軍を要するもと、北元の大尉である、ジャライル部の長中の勢力が健在であり、民や高麗は北辺を長中の大軍にしばしば脅かされた。駒は、長中の軍事的脅威を受け、民と通行する一方で、もと、北元とも通行していたが、1362年に、長中が高麗を攻め込むと、 李政権の率いる高麗軍により撃退され、その後は和信状態となる。1378年に、アユルシリダラが死去して、天元帝特図テムルが即位する頃から、元、北元は衰えを見せ、民が満州を制圧して、モンゴル高原東部に勢力を伸ばすことを許した。1387年、元、北元の長地は、民軍の大攻勢を受けて、ついに命に不利、 長中救援のために、高原東部のホロンボイール地方に進出していたトグス、テムリハーンも、翌年初頭に、民の将軍アクアマリンの奇襲を受けて敗れた。トグステムルは敗走の途上で、クビライとハーニを争って敗れたアディクブ家の子孫に、当たるイエスデルの手によって殺害され、クビライの高等は断絶する。イエスデルは、モンゴル高原の西北部に拡挙する、オイラト部族の支持を受けて、 ハーンに即位するが、1391年に死去した。これ以降、旧元朝のモンゴル諸部族は、40モンゴル部、ドチンモンゴルと4オイラト部、ドルベンオイラトと呼ばれる2つの遊牧部族連合に、分かれて、チンギスハーンの末裔の中から誰をハーンに、擁立するかをめぐって争うようになった。モンゴル高原の西部に広がった4オイラトは、モンゴル帝国以前から、 モンゴル高原島北部に存在した由緒ある部族で、あるオイラトの長を名手とし、親、アリクブケ家の諸部族からなっていたのに対し、東部の四十モンゴルは、親、クビライ家の性格を有しており、チンギス製のハーンを名手とした。アキラは四十モンゴルを、彼ら自身は、モンゴルと自称するにもかかわらず、ダッタン、タタールと呼んだ。やがてモンゴルのアスト部族長、 アルクタイが有力となり、自派のハーゴを立てるが、1410年に、民のエイラクミカドによる、遠征軍に敗れ、代わって、オイラト部族長マフムードが有力となった。エイラクミカドは次に、オイラトに対する申請を行い、1414 14年にマフムードを破ったが、これにより再び、アルクタイが勢力を盛り返した。さらに3度観光され、 合計5度にわたった、エーラクミカドの北伐と、アルクタイとマフムードの争いによって、15世紀前半のモンゴル高原は大いに混乱し、頻繁にハーンが取り替えられた。1434年に至って、マフムードの子、トゴンは、アルクタイを滅ぼし、監祝にいたチンギスハーンの子孫徳トとトアブハ,をハーンに立てた。トゴンはさらに敵対者を滅ぼして、モンゴル諸部族を屈服させるが、 1439年に死去し、このエセンがオイラトを継承した。エセンは、民の政党ミカドを捕虜とし、土木の辺、西では、トルキスタンのモグーリスタン藩国、東、チャガタイ藩国やウズベクのアブルイコールハイルハンなどの、イスラム化した、モンゴル系国家に戦勝して、オイラトの覇権の最盛期を築いたが、 1453年に大本天聖大河岸と称し自らハーンに即位したことをきっかけに人心を失い、1454年に内乱により殺された。エセンの廃止により、オイラとの派遣は崩壊したが、エセンは自らハーンとなる前に、徳とアブハをはじめチンギスハーンの血を引く者はほとんど皆殺しにしていたため、モンゴルの川も混乱が続いた。 1487年に至って、母がオイラトの出身であった多めエセの殺害を免れたバヤンモンケの子で、当時存命していた唯一の首ライスへの巫女であったバトモンケがハーンに即位した。バトモンケはダヤンハーンと称したが、この尊称ダヤンは大元の恩者であるとされる。ダヤンハーンはオイラトを追って、モンゴル高原のほとんど全域に勢力を拡大すると、11人。 儲けた男子をモンゴルの諸部族の長に向こ入りさせて各部族の主張につけた。ダヤンハーンとその直系の子孫はチャハルブを支配し、こうしてチャハルブの長が大ハーンとして親族にあたる全モンゴルを統括する体制が築かれた。新代から現代に続くモンゴル諸部族の分布はダヤンハーンによるモンゴルの再編成をほぼ踏襲している。1524年に ダヤンハーンが死去すると、ハーンイを継承すべき長男、トロ・ボラトはすでに死んでおり、トロ・ボラトの子で、ダヤンハーンによって継承者に指名されていた、ボディアラクは、年少でいった。このため、ハーンイは、ダヤンハーンの産卵で、オルドス部とトゲト部を支配するバルス・ボラトが一時的に、ハーンに即位し、チャハルブによるモンゴルの統一政権は早くも由来だ。1542年には、 バルスボラトの長男で、オルドス部を継承していたグンビリクが死去すると、グンビリクの弟で、トメト部を継承していたアルタンが代わって有力となった。チャハルのボディアラクハーンは、アルタンを、西部、右翼のモンゴル諸部族の指導者と認めて、トシエト、ハーン。トシエトは、ホサの意の称号を与え、モンゴルには、複数のハーンが立つようになった。1547年。 チャハルブのボディアラクハーンが死去すると、その子、ダライスンハーンは、トメトぶのアルタンの圧迫を避けて東方に移住し、アルタンハーンが大ハーンに代わって、モンゴル原全体の事実上の支配権を握った。アルタンは、北では、オイラトと戦って、モンゴル高原西部からジュンガリアに追いやり、南では民に、連年遠征して、略奪を繰り返した。また、 ガライラマ三世に帰依して、チベット仏教のゲルク派に入信し、内モンゴルに支配下に入った漢民族の、定住農民を集めて開いた都市夫婦ほどに寺院を、混流、モンゴルが仏教化するきっかけを作った。アルタンの死後、アルタンが一代で築き上げた勢力と財産をめぐって、トメトブでは、内紛が起こり、ダヤンハーンによるモンゴルの一体化は無実化していった。北、外、 モンゴルでは、ハルハブがオイラトと戦って服属させ、現在のモンゴル国の領土のほとんどを支配下に収めるまでに成長していた。止めとを避けて、大港安ン山脈の東に移住したチャハルでは、1603年にリンガンハーンが即位した。リンガンは、モンゴルの再統一を目指したが、東の同じか、満州民族の統一を進めるヌルハチが出た後金に、次第に圧迫され、 チャハルの周囲にいたモンゴル東部の諸部族はアトキンに降伏していった。1628年、リンダンハーンはアトキンに近いうちモンゴル東部の支配に見切りをつけて西方への移動開始し、内紛で弱体化していたトメトのアルタンハーン家を滅ぼして、フフホトを占領した。さらにリンダンハーンは外モンゴルのハルハブを服属させ、100年ぶりにモンゴルの中西部のほとんどを チャハルブの支配下に置くことに成功するが、自身の消えするカルマ派を支援するためチベットへの遠征に向かう途上の1634年に完宿で死去した。リンガンハーンの死によってチャハルブの派遣はが開始、満州人、女神人によるアトキン軍が夫婦補党を占領した。1635年、リンガンハーンの維持、エジェイはアトキンに降伏し、元の玉子、 皇帝の印象を、アトキンの本体寺に献上した。チャハルの降伏により、ダヤンハーンの再編したモンゴル部族連合のうち、幕北のハルハシ諸部を除くすべてが、アトキンの支配下に入った。1636年、本体寺は、満州、関、モンゴルの三民族の衰退を受ける形式をとって、大臣皇帝に即位し、この年、以降、満州人である清の皇帝が、 モンゴルのハーンとして君臨することになった。一方、真の支配下には入っていない、ハルハショブとオイラとは、この事態を受けて、赤年の対立に終止符を打って、同盟を締結し、1640年には、部族間関係の取り決めをまとめた、ハルハオイラと法典を定めした。ハルハショブは清朝に対しては、調考を行い、1655年には有力者8人が、 その作法を受けて、名目的に侵入することで、新朝との間に安定した関係を築き、朝廊国としての内政自治を保持した。しかし17世紀後半に至って、オイラとの派遣を握ったジュンガルブノガアルダンハームが、ハルハに侵攻すると、ハルハは、ジュンガルの圧迫を避けて、清に服属た。これにより、かつてのもと、北元の古地のモンゴルはすべて真の支配下に入った。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。